何か行動を起こして成功した時は素直に喜べばいいし、失敗した時はそれを笑い話にできるっていう、なんだろう、楽しみがあります。うん、なんだろう、失敗した時、まあ恥ずかしかったり悔しかったりがっかりするけど、時間が経つとだんだんとその不快感も薄まってくるでしょ。したらそれを、その話をいかに面白くするか、その経験をいかに面白くするかっていう工夫をすればいいんだよね。で、それを人に話すと笑ってくれるでしょ、人が。うん、笑ってくれたらラッキーじゃん。うん、その失敗したことが無駄にならなかったってことになるじゃん。だから嬉しい、それで。うん、人を笑わせるっていうかさ、人の役に立つことができてんだからさ。例えば私の場合で言うと、なんだろう、よし、絶対この子と付き合えるわ、この子絶対俺のこと好きだわって思った人に告白したのね、昔、付き合ってくださいって。よし、彼女ゲット確定と思ってたんだよ。したら告白したら、いやちょっと無理ですみたいなこと言われてその時すっごいショックだよ。恥ずかしいじゃん、俺と付き合いたいんだろみたいな感じで言ってるわけじゃん、こっちは。うん、だけど振られてんの無理ですみたいな感じで、うん、勘違いしてたんですかあなたみたいな感じじゃん。うん、でその時は痛いんだけど、やっぱりまあ何ヶ月かするとさ、それをまあ面白く人に話せるようになろうって考えてるからさ、うん、面白く話すんだよでさ、友達は笑ってくれんだよ。で友達も似たような経験してる時とかあるんだよね。うわそれ恥ずかしいよなみたいな、共感してもらえる時とかあるから、うん、そうするといや分かるみたいな感じでさ、もっと嬉しくなる。うん、そうそう。で何が言いたいかっていうと、成功したらしたで嬉しいし、失敗したら失敗したでお得なんだよ。うん、その経験も生かすことができる、使える、ネタとして使える。うん、そうそう。だからあんまりね、失敗を怖がらずにね、どんどん行動を起こしていってほしいと思います。うん、私はそうしてます。うん、失敗したらネタになるからいいやって思って行動してます。うん。